はい、こんにちは、スペア亭連の梅ちゃんです。ということでね、なんと見て取材受けたのは知ってたんだけど、いつ出てくるかって知れなくて、タタン、エデンさん店に送る。うわぁ、琉球新報さんに取材されて、なんと今日発売されてました。で、これなんかね、なんで知ったかって言ったら、イオンモール串川店で絵描いてたら、お客さんがあれ新聞出てましたみたいなっていう風に言われて、新聞いつどこ何みたいな感じで、そしたら琉球新報さん載ってましたよって言われて、出たんだ、そうだ、買いに行かなきゃと思って。で、何が問題かと言ったら、12月6日の新聞で、あと45分で今日が終わるから、もしかしたらもう新聞ないかもしれないから、今のうちに早くコンビニに行って今から買いに行きたいと思います。で、ベロちゃんもまだ知らないから、ベロちゃんに新聞出たぜっていうサプライズをしたいと思います。オッケー、マジ本当にやばいわ、急ぐわ。オッケー、レッツゴー。うお、真っ暗だね。とりあえずね、ローソン1軒目行ってきます。あった、普通にあった。ちょっと待って、新しいの。2個しかない。とりあえず2個買う。今ね、1、2、3、4、今5個買った。ファミリーマート5個買って、さあ、あった、1個しかない。2個あった。1、2個あった。セブン、入れ、うん、違う、新聞は、あった、1、2、はい。おい、信号じゃねえ、新聞ないって、新聞扱ってないって言ってる。どうしよう、沖縄新報ってどこにあるんだろうな。 OK、 じゃあ次のコンビニ行きます。 OK、 すごいな、ここなんだ、金秀、沖縄金秀。OK、 じゃあ行くよ。たたたーん、ここに、オッケー、あったー。あ、これ自分で払うの、やばいね。あ、見て、ぴったし12時。なんだこの12時間。はい、おかえりなさいませ。はい、ご主人様。はい、なんか言うことないの。言うこと、ご主人様、何、お疲れ様です。はい、頑張りました。はい、じゃあ、日本語で言ったらさ、いつも、はい、ご主人様、ご主人様、ご飯になさいますか。ご飯になさいますか。お風呂になさいますか。お風呂になさいますか。それとも、それとも一緒に進撃の巨人を見ますか。何、始まんの今から。え、まあこれから始まる。見に行こう、見に行こう。見る、え、見るの、何、一緒に見る。なんでこの、何、今予約配信中。あ、だ、見れないじゃん。え、どういうこと。あ、ダメじゃん、予約してないじゃん。どういうこと。予約してないじゃん、ベロ。なに、それ予約して。予約してないから見れない、これ。え、嘘だ。だってもう12時だけ見れてないじゃん。え、でも12時、え、え、
今12時でしょ。12時です。で、見れてないでしょ。見れてない。今何時、ちょっと時計見せて。違うんだけど、今日。あ、そうなの。え、ちょっといい、サプライズ好き。やだ。え、はっ、もう40分後、また行ってよ。嬉しそう。何その足の動かし方。ということで、ベロちゃんはね、今ね、進撃の巨人を見てるから、ちょっとリスナーさんの皆さんをドッキリさせたいと思います。びっくりさせたいと思います。 OK、 Let's do it。 じゃあね、ということで、これを見せた時の皆さんの、あ、どうした、皆さんの反応を見ていきたいと思います。 OK、 じゃあコメント欄に注目してください。いくよ。本当はベロちゃんに先にドッキリさせる予定だったけどね。タタン、タタタタン。ベロちゃんの部屋から進撃の巨人の声が、音が聞こえる。タタン。新聞、沖縄のね、琉球新報新聞は、これはもう4回目ぐらいかな。まだね、見せてないやつもあるんだよね。ネタをなんか作りたくて、まだ見せてなくて。これはちなみに、ベロちゃん新聞載ったよっていうドッキリの撮影中なんだけど、すごいね、ありがとう。あ、ちょっと待って、じゃあこれが載るかな。シャッターとアイコーさん、アキラさん、新聞2回目、ピオちゃん、おー、キイチさん、おめでとうございます。富山の白キツネ、すごい、おめでとうございます。梅梅さん、すごいね。さとこさん、すごい。カノナニさん、すごい。4回目、わかんない、もう何回目かわかんないけど、うわー、表面じゃない、表面じゃない、中だね。ということで、ってことで、何、ベロちゃんに、うん、ドッキリがあります。ドッキリ、ドッキリがあります。何のドッキリ。さあ、この新聞を開いてみてください、うん、この新聞、この新聞を開いてみてください。はい、開いて、な、何を、はい、何、開いて、何を探してる。おお、難しいね、皆さんの前で。はい、はい、じゃあ、はい、みんなの前でドッキリです。読めないけど、いいじゃん、嬉しい。読んだ？読むか。うん、読んで。メキシコ人、はい、現る。え？メキシコ人ベロニカ、はい、メキシコから逃げて日本へやってきた。そんなこと書いてないでしょ。まあいいや、じゃああとでツイッターやれるか。あー、いいじゃん、嬉しい。全然読めないのは残念だけど、うん、メキシコ人ベロニカをあまり傷つけずに幸せにメキシコに帰っていただく方法を考えたいと思う。なんで、うそうそ、帰んないで。いいよ、もう帰る。うそ、帰んないで、うそだよ。はい、え、いいじゃん、シャッターアートって、いい感じ。エデンさん、店にいいね、すごいいい。嬉しい、嬉しい。いや、もうベロちゃんが嬉しいのが一番嬉しいですね。嬉しい、はい、ありがとう。進撃の巨人とさ、うん、こっちのキーズどっちが良かった？進撃の巨人に決まってるでしょ。マジかよ、そこはやっぱこっちって言わなきゃ。そっか。ということで、いや、出ましたね。出ました。あともう一個ね、初めてね、沖縄でね、はい、うん、嬉しいです。沖縄初だね。沖縄初、はい、
沖縄発で、これ結構なんかなんていうの、有名な新聞みたいですよね。うん、琉球新報さん。琉球新報さん。有名じゃん。イエーイ。はい。あとね、沖縄タイムズさんからもね、取材されてるのがあるから、多分そのうち出ると思います。OK! ということで、楽しいと思ったら、チャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。アディオス。アミゴース。